ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら。クターのボンダンス。ゲーム一覧を眺めててね。あれ。あれこれもしかして盆踊りのことではと。なんか眺めてるだけだとね、これが盆踊りだと気づかないんだよ。盆踊りでした。やらなくちゃいけなかったね。8月の中頃にこれは、お盆にあげるべき動画をあげてなかったということでね。いやー、やっちまったなーと。ね、8月というか、夏の間にね、あげれる動画をあげとかなくちゃと思ったんですけどね。夏っぽいゲームは夏にやる。冬っぽいゲームは冬に残すという感じで、ここまでやってきたんですけどね。思いっきりシーズン外しちゃいました。盆踊りは、お盆にあげなきゃねー。でもまあ、来年、やることができるかどうかわかんないんでね。もう、すべてを度外視して、今やることにしました。もしかしたらね、これフラッシュなんで、来年もしかしたら、だからフラッシュがなんか今年終わるっていう噂がありますよね。だから、もしかしたらクターのゲームとか、来年とかできなくなってんじゃないかなっていう、そういう恐れもあるので、今やっていきましょう。めちゃくちゃ貴重なこのゲーム実況になるかもしれないね。クターのゲーム実況ね。もう誰もできなくなっちゃうかもしれない。今年でフラッシュが終わる。さあ、やって、読んでいきましょう。今回のあらすじ。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、伝統的ダンスも大得意な脅威の無表情キャラクター。テクノ公演の特設会場でレッツボンダンス。画面下のピンク色の線と緑の台がぴったり重なるタイミングでジャンプしよう。途中にあるオレンジ色のおやつバーを取るとさらに得点が上がりやすくなるぞ。うまくジャンプできないとゲームオーバーだ。太鼓の音に合わせてノリノリジャンプ。みんなの注目を集めまくれと。熱いメッセージが送られております。はい。まあ、いつもながらよくわからないメッセージが送られてます。ランキング見てみましょう。はい。はい。まだね、9月に入って、日が浅いので、5位までにしかないですけどね。まあ、こんな感じが、クタの毎回ですね。月が変わると、得点がリセットみたいな。まあ、リセットじゃないんですけどね。8月分として記録されるんですけど。じゃあ、まあ、やっていきましょう。クタのボンダンス。まず初見プレイでいっていきましょう。ああ、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。タンタン。タンタンタンラッタッタ。あれ、取っちゃいけないの？あのな、ガリガリ君みたいなやつ。タンタンタン。タンタンタンラッタラッタッタッ。はって言っちゃったよ。クソ雑魚では。これはクソ雑魚では。千はいかんと。千はいかんと。こういうのは、あの、リズムゲーですね、いわゆる。てれれてれてってんてん。てってれれってれってってってれれってれって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 れってんてんてん。たんたんたららたらたたたららたらたんた。難しいなぁ。リズムゲーム実はそんなに得意じゃないんですよ。あ、ちょっとフェイストラッキング外れてて、恥ずかしい。あの、これ、上位のとこで撮ってるやつ、もしかして全部パーフェクトとか言ってるっていうやつだよな、きっとな。てんてんてん。てんてんてれれってれてんてんてれれってれんてん。てんてれってれってれんてんてん。いい曲だな。タララタラッタラッタッタラッタラッタン。てってってれれってれ。やかましいんじゃが。他のところでも一回でも押すと、ミスになるので。難しいよ、これ。誰か見して、これのなんか、ちゃんとした動画を見たい。誰かやってないの、これ。ボンダンス。面白いけどさ、面白いけどダメだよ。俺、センスないよ、これ。もっと聞きたいよ、この曲。
もっとなんかどんどんこう音の厚みが増した状態で聞きたいよ、この音。めっちゃ面白いやんこれ。でもちょっとプレイヤーがちょっとね、このゲームに不向きすぎる。てれれってれた、下のタイトル押しちゃった。どうやったらフィーバーモードみたいになった時にこのまずそうなガリガリ君を取らないで済むのかな。多分このリンゴのバーを取るとスーパーモードみたいに入るんでしょ、フィーバーモードに。何個か、多分3つで、いや4つか、もっと行きたい。難しい、これは難しい、俺には難しい。誰か頼む頼む、もうなりふり構わずお願いしたい。誰かこれのもっと上まで見せてほしい。2000とかのスコアを取ってる人の動画見たいよこれ。悔しいけどリズムゲーは本当にあまり得意じゃないんだ。あー、だから変なところで落ちちゃうんだよ、クリックしちゃうんだよ。難しい。トン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 って、トン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 、あっ、だからこれに惑わされるんじゃ。トントン、これが押せれんのよな。ギュエテレレってね、あっ、どうやってこれを押すんですか。このままで永遠にやることになっちゃった。あー、トト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 ト、よいや、つーい。お盆の音楽が。あん、あん、あん、あん。なんでいけないの？何までいった？ 378 問。ほう。これをラストにします。俺の生き様をね、この盲踊りに、俺の生き様をかける。もう泣いても笑ってもこれを最後にします。さっきはね、もう20回からずっとラストラストって言いながら動画を撮ってるんですけどね、終われる気配が全くないんですが、このままではもう眠れなくなっちゃうので。タンタンタン、うわぁ、無理だ。でも一応ベストスコア更新なんで、これを終わりにします。これで終わりにします。もしも本当に上手い人がいたら、やってみてください。一般的なリズムゲームではありますが、ちょっと面白いです。そして、ぜひこの曲の続きをね、聴いてください。もうダメだ。やればやるほどなんかこう、上手くならんわ。申し訳ない。なんか、YouTube とかに上がってるといいね。このボンダンスのね。もっとハイスコアの動画がね。上がってるといいね。うん。もしかしたらね。もしもどっかで余裕があったら。また、この動画も。このゲームもね。もっといいスコアを叩き出せるまで頑張ってみてもいいのかもしれないですけど。いやー、まあ、センスないんでね。リズムゲーは本当に。こんなもんかもしれないです。不甲斐ねえなって思ったら自分でプレイしてやってみてください。じゃあまあこの辺で、クターのボンダンスでした。ほんなまた。